こんにちは、リリラボです。今回は MIDI のシステムエクスクルーシブメッセージについてです。弊社では現在各種マルチエフェクターを制御するデバイスを開発中です。その中で Zoom 社の G24 との通信用にシステムエクスクルーシブメッセージの解析が必要となったので、データ変換ツールを作りました。まずは MIDI メッセージについて簡単に解説します。MIDI 通信では1バイトずつデータがシリアルで送信されます。この中で最上位ビットが1のデータはステータスバイト、0のデータはデータバイトとして扱われます。MIDI メッセージには種類がたくさんあり、基本的には何バイト目にどんなデータを入れるのかきっちりと決まっています。しかし、製品固有のデータを送受信できると便利な場面もあるので、システムエクスクルーシブメッセージというものでは任意の値を送信できるようになっています。と、ここでお気づきになる方もいるでしょうか。任意のデータということは、最上位ビットが1になる80から FF のデータを送りたいことだって当然あるのです。そんな時にも困らないようにシステムエクスクルーシブメッセージ用のデータ変換仕様が定められています。それではシステムエクスクルーシブメッセージ用のデータ変換の仕組みを解説します。こんな8バイトのデータを送りたいとします。 1A から 8H は各ビットのことを示しています。まず8バイト目は次の処理に回されるので一旦退場してもらいます。そして1から7バイト目の下位7ビットをそれぞれ1バイト分後ろにずらします。次に最上位ビットを開けないといけないので、各バイトの最上位ビットの値を空いた1バイト目に並べます。最上位ビットが空いたので0を入れて7バイト分のデータ変換は完了です。続いて2巡目です。退場してもらっていた元8バイト目を処理します。処理するのはあと1バイト分のみなので、ここでは1バイト追加して合計2バイトのデータを生成します。1巡目と同じように元8バイト目の下位7ビットを1バイト分後ろにずらします。そして最上位ビットを開けるために1巡目と同じ形式で最上位ビットの値を9バイト目に並べます。最上位ビットと9バイト目で余っている部分に0を入れてデータ変換完了です。このように7バイト分のバイト配列から最上位ビットに0の入った8バイトのバイト配列を生成することを繰り返して変換する仕組みとなっています。変換仕様が分かったので変換ツールを作りました。せっかく作ったので Web アプリケーションとして公開しています。使い方としては、例えば MIDI メッセージの解析を行いたい場合、まずは PC 等で MIDI データを取得します。この例では Zoom の G24 のデータを取得します。ポケット MIDI などの MIDI モニターで受信データのキャプチャーを行います。ここではコマンドを送信してその返信データを取得しています。解析対象となる部分をコピーしてこのツールの上側のテキストボックスに貼り付けてください。16進数文字列は半角スペース区切り、ハイフン区切り、区切りなしに対応しています。7-8のボタンを押すと下側のテキストボックスにデコード結果が表示されます。これでどんな値を送信したのかを知ることが可能となります。反対
際に送信データを組み立てたいときなどは、送信したいデータの16進数文字列を下側のテキストボックスに入力し、827のボタンをクリックすると、MIDI のシステムエクスクルーシブメッセージの形式にエンコードされた16進数文字列が上側のテキストボックスに表示されます。このツールの需要はそんなにはないとは思いますが、使ってみたい方がいれば概要欄にリンクを置くのでご活用ください。また、こちらは C シャープでコーディングしたのですが、プログラムについては記事を書いたのでそちらのリンクも概要欄に置いておきます。もしも役立ったというようなことがあれば、コメントいただけるととても嬉しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。